日本全国の家庭裁判所家事部の裁判官の皆さん聞いてくれ。現在の戸籍、戸籍法107条の2の名の変更を申し立ての名の変更に対する要件が厳しすぎると思われる。自分の名前が気に入っていなくて、 5年以上使用したにもかかわらず、社会的数年に、社会的に広く使われているとは言えないとされ、棄却されることが多すぎる。社会的にそんなに通用してなくても、5年以上名前を変更、変更したい名前の名前を使用し続けたのであれば、名の変更は認めるべきだと思う。 現在、例えば昔、名前をからかわれていじめられたりとか、トラウマがあったりとかして、その名前がどうしても嫌だっていう人間は世の中にはかなりいっぱいいるはずだ。そのことも裁判官の皆さんも分かった方が良いと思う。あと、国も本気で戸籍上の107条は真剣に改正するように。 動いていてほし動かないとだめだ。現在の戸籍法の107条は問題が多すぎる。その名前があるがゆえに非常に大きなストレスを抱えている人間がかなりいるのに名の変更を申し立てしてもほとんど棄却されることばっかりで名の変更をしたい人間はストレスをずっと抱えながら生きている。 20年も30年も40年も50年も60年も70年も80年も生きているそういう場合だってあるんだぞまあそういうことだ全国の家庭裁判所家事部の裁判官の皆さん名の変更の107条についてその名,名を変更したいという申立人がその変更し,てしたい名前を 5年以上使用し続けたという事実があれば、さらにその申立人が過去に名前でいじめられたり、トラウマがあったりして、名前のことがどうしても気に入らなくて受け入れられないという事実があるあると思われる場合には、もう素直に名の変更を認める判決をだ出すべきだ。 そう,そういうことだ。全国の家庭裁判所、家事部の裁判官の皆さん、そういうことだから、よろしく、頼んだぞ。